おせち料理のごまめたづくり、または、たづくりは、かたくちいわしの幼魚の乾燥品、および、それを調理した料理。別名、ごまめ、ことのばら。正月のおせち料理、祝い魚として欠かせないものの一つである。乾燥させた、小さいかたくちいわしをから入りし、冷ましてから、醤油、みりん、砂糖、赤唐辛子少量を煮詰めた液を絡めて作る。健全を意味する。 豆の字が入ること、豊作を記念する祝い魚であることから、京都御所において、年始の儀式用に用いられたことが、正月祝いや祝儀としての始まりとされる。田植え祝いでも、豊作を記念し、食べられた。田作りという名称は、イワシが豊漁で、余ったものを田に埋めて処理した時に米が豊作となったのが始まり。田畑の高級肥料として、 イワシが使われていたことから豊作を願って食べられた。別名のゴマメの語源は、細群だが、岩い魚であることから、五万メートル、五神米の文字が当てられたとする説、目が、ゴマのように黒いことから、ゴマメの名がついたとする説、法上を祈ったことから、五万メートルと名付けられ、転化したとする説などがある。ゴマメという単語を使ったことわざとして、ゴマメの歯ぎしりがある。 実力のない者が、むやみに悔しがったりじたばたとすることの例えである。ありがとうございます。